おお、こっちじゃこっちじゃ。トランクスはどうした？別の任務中よ。そうか、ならいい。この前みたいなトラブルが今回の会人造人間驚かないで。よし、どうした？動け。終わりだ、トランクス。見ての通りよ。このトランクスはタイムマシンで、だけど。いやいや。あのタイムマシンは、でもトランクさっき、あやつの名は悟空。かくう。だけど、しん。トランクスがいない分、パートナーのこの子がサポートするわ。あなたはタイムスリップが、あなたはトランクスが出現する、ブラックはその二人とも気をつ。そっちの動きはどうじゃ。お待たせ。ん？なんだと。トランクス、こんなとこ。ん？ん？孫悟空か。おめえがブラックか。ずれんだって。オラと相手してくれよ。光栄ですね。私の君、君と戦ってみたかったんだ。ブラック貴様、どうやってここまで来た。どうやらお前が通ったって、私も通り抜けてきたよ。お前は私を呼んだのかな。殺してほしいと。あやつは時の指輪を持っておる。下手に時空を移動したら追ってくるかもしれない。悟空ブラックをもっと追い詰めて、すぐに追ってこられるようにしてから戻るんじゃ。ところで、おめえ誰だ？トランクスと一緒に未来から来たんか。あの人、サイヤ人なんじゃ。もしかしてあの人こそ、ママの隠し子？素晴らしい。この痛みがまた、私を強くする。さっき気持ち悪いぞ、おめえ。この指輪が反応する。よけろ。まさかお前は。これは自分の歪みが元に戻ろうとしているのか。
そうだ、それでいい。なんてこと。なあトランクス、さっきのやつはよう、お疲れ様。タイムマシーンは壊す。そうね。これは新たな歴史改変が発生している。なんこの歴史は、タイムマシンを修理した後、トランクスが悟空君たちを、ザマスがお前さんたちに教えておこ。やつは悟空の力に目をつけ、スーパードラゴンボールで悟空と自分の体を入れ替え、悟空ブラックとな。しかもトランクスの歴史のザマスも味方に引き入れ、二人で全宇宙の人類を見習いとはいえ、神の犯した過ち、お前たちに頼むのも気が引けるが、頼むぞ。お前たちの力でザマスを止めてくれ。まさかな。何人かかってきても無駄だ。ジータ、オラまで。こいつもこいつも邪魔だ。お前らも引っ込んでやがれ。もう怖い。そうは言っても、ただじゃない強い悟空ブラックがさらに強くなってるわけじゃし。いいから、あなたたちはブラックを抑えることに集中して。お前らのセンスに合わせて名付けるとしたら、ロゼ。そう、スーパーサイヤ人ロゼ。スーパーサイヤ人ロゼ。孫悟空の力を完全に我がものにした。孫悟空よ、喜べ。それによって美しさの頂点へ至るんだ。おめえ何言ってんか全然わかんねえぞ。所詮は人間不遇。それが奏でる言葉の気高さを理解できるはずもないのだ。俺の志も美しさも、俺という存在のすべては、ただひたすらにここを
あいつ気持ち悪いな。時の指輪はやっぱりお前たちから。これはいい。ブラック、どこを見て話をしてやがる。貴様の相手はこの俺だ。わからんのか。お前の出番はもう終わったのだ。引き際をわきまえるんだな、前座。先ほどお前を前座と呼んだが、訂正する。前菜だべ。お前はいい味の前菜だったぞ。父さん。さあ、メインディッシュを平らげてさらなる高みへ登るとしよう。そこまでです。それ以上の勝手な行いは許しませんよ。約束したはずです。孫悟空のとどめは私が刺すと。あやつじゃ、あやつがザマスじゃ。ザマスは悟空君たちに任せて、あなたたちはブラックを抑えなさい。悟空とトランクスが離脱したぞい。ベジータも前が救出したようじゃ。これでこの歴史はもう大丈夫じゃな。隙を見て戻ってらっしゃい。彼らには時の指輪があるから気をつけてね。そうだ、それでいい。やればできるじゃない。逃げられたか。まあいい。あちらはどうする。それについてはゆっくり考えるとしよう。時間。それもそうだな。ご苦労じゃ。お疲れ様。ゆっくり休んでって言いたいところだけど。また新たな歴史改変が起きよ。次の歴史改変もザマスと悟空ブラックを相手にしなければいけないでしょうね。厳しい戦いが続くが頼むぞ。ようこそ。来たわね。次に行ってもらうのはザマスも悟空ブラックも消えてなくて、でも本来の歴史ならなんとか生き延びてザマスたちへの。さらに強くなったお前と。まずいぞ、ブラックだけでなく、ザマスにもあの、悟空とベジータは、すでに倒れておるぞ。いいわ、悟空君とベジータ君を助けるのは、先輩に任せて。
お前さんはトランクスと一緒にザマスとブラックを抑えるじゃ。世界は美しい。だが人間の醜さがその美しさを汚す。全ての人間を消し去り、美しい世界を取り戻す。それが我々の人間テロ計画だ。何が人間テロ計画だ。貴様のやっていることはただの人殺しだ。そうかな。俺よりもお前の方がはるかに大きな罪を犯しているのだ。罪？過去と未来を行き来するのはもう何度もだ。我々は知っている。お前は神々のタブーを人間の身でありながら犯し続けた。トランクス、お前は心臓の病で死ぬはずだった孫悟空を救ったね。やつが歴史通り死んでいれば、俺はこの肉体を求めることはない。この世界を作ったのはお前なのだ。この事態はお前たち人間のおごりが招いたものに他ならない。俺はみんなを助けたかっただけだ。時間に触れることは神の特権。それを乱す輩は粛清あるもの。聞いているか、うん、罪と呼ぶなら呼ぶがいい。ブラック、貴様は俺がやる。何？バカな、なんだこの力は。あなたサイヤ人、父さんの知り合いですか？助けてくれてありがとうございます。でも奴らは俺が食い止めます。その間に父さんたちと過去に帰ってあいつらを倒す方法を。待って、もう少し頑張って。今あの子が悟空君たちを助けているから。身をわきまえるんだな。
お前を帰ってくるんじゃ。なんて野郎だ。サイヤ人の壁をあっさりと越えてやがる。おかえりなさい。二人ともよく頑張ったわね。これで歴史の修正も。それにしてもザマスめ、人間ゼロ計画とは全く。嘘、またなの？また歴、ね、次の歴史改編はザマスとの最終決戦の時。よし、今回はわしも行くぞ。海王神としてザマスのことは許せん。正座させ。あのね、おじいちゃん、話してわかるような相手じゃない。あなたが前に出たらかえってこの子たちの足を引っ張っちゃうわ。しかしじゃな。大丈夫、おじいちゃんの分までこの子。敵は二手に分かれているわ。こちらも分かれて対抗する。あなたはザマス、あなたはブラックの相手をお願い。久しぶりだな。カーレス、なんでこいつがこんなところに。あのわけのわからん川で作った裂け目のせいなんか。だとするとあれは時の裂け目。時空に穴を開けられると、時の指輪の力をここまで悪用しおって。まさかこんなところでお前に復讐するチャンスが巡ってくるとはな。何者か知らんが、お前たちを憎んでいるようだな。同じような顔の人間同士ですら争い合う。実に、やはり人間は滅ぶべきだな。お前だって同じ顔してるだろう。何を言うか人間、俺は特別神なのだからな。この際だ、戦うは一つに絞ろうか。あれ、なんだカカロット、
今なんか落とした気が。まさか悟空のやつ、帝王様呼び出しスイッチを落としよったんか。ザマスはスーパードラゴンボールで不老不死になっておる。早すぎとどめを刺すには帝王様の力が必要じゃ。若たれ、今それどころじゃないだろう。まだな、まあ、いっか。バカモン、いいわけあるか。強い。まだ終わってない。これではもう。マリック。だが、俺ばかり見ていていいのかね。何？いろいろと恨みを買っているようだな。これは鷹身の見物とさせてもらうぞ。くそ、おめえらに関わってる暇はねえ。今楽にしてやる。
少しはマシな動きができるようだな。教えがいがありそうだ。そっちもなんとかなったみたいね。ないんじゃがの、実はって、話は後じゃな。しか、無知ゆえに、勘気は熟し、人間、我々の輝き。我が姿は正義、我が姿は世界を、あがめよ、たたえよ、この気高くも美しい、騎士にして最強の神、ザマスを感じるぞ。我がに一つに二つの力が溶け合っていく。無限に強さを高める肉体と不死身の体を、心地よい我が身に満ちるこの力、まさにこれこそが正義。なんという気だ。トランクス、ブルマ隊長。はい。そういえば、お兄ちゃん、さっき何か言いかけてなかった？そうじゃった。悟空のやつ、聖王様呼び出すスイッチを落としよったんじゃ。何でって？よく聞け。我はこの身で世界を照らす太陽なり、そしてこの輝きが正義と知れ、このザマスこそが宇宙の知恵、宇宙の法、宇宙の力なり。この光さすところより消えよ。人間ゼロ計画は今日残る全ての命を消し去ることで完成する。そして
かつてない理想の世界が始まるのだ。何言ってやがんだ。調子に乗るなよザマス。貴様は俺が倒す。バカな人間どもだ。さあ大地を貫き全てを洗い流そう。神の世の到来を祝う宴の始まりだ。それで何言ってるのか全然分かんないわ。正義の光よ我を撃て。悪を滅せぬ弱き神は不要なり。ザマスの体が崩れてきそう。ザマスは不死身だけどブラックはそうじゃない。心と体のバランスが崩れているのよ。このザマスに対抗できるのは悟空君とベジータ君の合体ベジットだけよ。これが最後の戦いじゃ。二人がほたら合体するまでザマスを食い止めるんじゃ。あなたたち二人ならきっとできるわ。頑張って。お前たちの正体は分かっているぞ。我は全ての神を滅ぼした。しかしまだ残っていたのだな。お前たちの上司に伝えておけ。ここが片付いたら次は生まれたと。あるやつまさかここを。そうせるもんですか。君、こっちに戻ってきてちょうだい。お願いしたい仕事があるの。おい、何よ。君は引き続きここをお願い。大変だろうけど、頼んだわよ。さあ、俺はベジータとカカロットの合体ベジットだ。さあ決着をつけようぜ。人
たわね。これで歴史の修正はもうすぐよ。俺にもこのくらいはできるんだぜ。あれ？おめえ痛えのか？不死身のはずだろ？そう、我は不死身だ。不死身の我に敗北はない。お前を倒し、全ての人間を消し去り、永遠に汚れることなき世界の夜明けをもたらすのだ。それはどうかな。おめえはもう不死身じゃねえし、人間をゼロにすることもできねえよ。気がつかないか。合体した今、お前の体にはどうしても残っちまうんだよ、孫悟空という人間がな。そうだ、それが我が望みだ。お前はこの宇宙を築いた神々の失敗の象徴なのだ。されらこそ我は なんて野郎だ。サイヤ人のくたばりやがれ。消えろ人間。さあ次は誰に助けを求める。過去か未来か、それとも時を欺く輩どもか。俺はみんなを助けるために戦い、みんなに助けられて生き延びてきた。それが俺だ。助け合って生きる、それが俺たち人間だ。これは黒星に生きるみんなの木の光だ。残念だったな、トランクス。お前もタイムパトローラーといやらも神の正義の前ではただただ無力なのだ。みんな頼む、俺にもう少しだけ力を。
人間が神に正義にあだなすのか。貴様の正義など知ったことか。バカだ。こんな、助け合ってか。この場合はどうすれば恩返しできるんだろうな。トランクス、やったな。はい。ありがとな。おかえりなさい。ザマスの暴走を止め、まさかわしらのことまで感知しておるとはのう。まったく時の指輪なんぞ持ち出しよるから。それにしても時の裂け目を他の歴史とつなげて、その時の裂け目で正しい木まで運んでしまう。なんじゃ、みんなが時代を超えてトランクスを助け、トランクスの未来を守りたいっていう強い、はっはっは。君もお帰り。ちゃん、なんじゃ。ザマス。な時の巣にまで来てしまうとは。こんなところで観察者気取りか。いいご身分だな。神を見下すつもりか。わざわざこんな宇宙の果てまでご苦労様。今さらどうあがいたところで、あなたが消えることはもう決まった歴史なのよ。何？うちの子たちはタイムパトローラーを舐めないでね。なんじゃ。もうこの子に悟空くんがなくした禅王様よスイッチを届けてもらえさえすれば。あ、っていうかおじいちゃんたら、ザマ、そう、はあ、ザマスに正座させて説教してやるとかも言ってなかったっけ。ふっ、うわ、ああ言えばこういうね。トランクス、先ほどの戦いで気づきました。歴史の修正をしていたんですね。俺がまた、この際だから言わせてもらうけど、でもあなたが犯した罪以上に、あなたがいなかったらこの時の巣もあなたがこれ以上気に病むことじゃないわ。今までずいぶん頑張ってきたんじゃ。わしも時のか。ねえトランクス、あな、え、確かにあなたが昔したことは許、だからといっていつまでもあなたに時の会を。ありがとうございます。仲間もいますし、この世界も気に入っています。よかったら。はっ。ええ、本当にね。トラン
ンクスならきっと続けてくれるとは思った。あトラ終わりと始まりの書にも刻まれたはずだわもう時の海王神様